はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、越後ビールの、ブラウンポーターです。なんかね、これね、前買ったんですけど、賞味期限がね、5月21日なんで、やべえなと思って、急遽飲むことにしました。全国第1号地ビールの越後ビールということで、なんかね、洒落た感じの、まあ一応新潟県の地ビールということで、まあ新潟県住みなんでね。製造者が新潟県新潟市西なんとか区、松山に越後ビール株式会社。アルコール度数6%ですよね。です。値段が300円ぐらいだな。結構高めのね。なんかね、関係ないですけど、最近、やけにでもないんだけど、この動画のね、音声がね、飛ぶことがあるんで、なんか、音声がなんかおかしくなる。まあ、なったらなったでもしょうがない。越後ビールでググっていきましょうか。じゃあ、いただきたいと思います。結構あるんですよ、越後ビールの種類がね。越後ビール、無濾過ビール。濾過してないと。なるほど。ペールエールとスタウトとバイゼン。で、濾過したビールはピルスナー、スタウト、有機栽培プレミアムビール、コシヒカリ、越後、麦酒。そして缶ビールが、まあ、今のが紹介したのが瓶ビールですね。てか、わざわざさ、あれ、スタウト？スタウトが2種類あるのか。いろいろありますね。で、今飲んでるこのブラウンポーターが、書いてないぞ。おい。あれ、ブラウンポーターが書いてない。バカな。そんな。ブラウンポーターないんだけど。サイトに載ってないんだよ。ブラウンポーターでググりましょうか。新発売みたいですね。280円だって。これ結構苦いわ。エーデルピルツ強化ではないけど、割と苦い。結構苦いですね。ブラウンポーター。てか、なんでさ、公式のサイトに載ってないのか不思議なんだけど。どういうことなんだ。苦い。ただ、すっきりしてますね。苦いけど。苦いんだけども、
ああ、でも結構苦いな、やっぱりな。結構苦い。エーデルピルス、並みに苦いね。これは。すっきりとした苦味。そもそもブラウンポーターっていうのは一体何なのかと。まあ、いわゆる、ここでググったら、ビールのスタイルらしいですね。ポーター。ブラウンポーター。苦味が、普通、なんか、どうしようもねえな。よくわかんない。ちょっと待った。PDF ファイルであるな。ブラウンポーター。ブラウンポーターの特徴、18世にロンドンで誕生し、18世紀じゃないのこれ。ごじってる。当時、庶民に絶大的人気を誇った黒ビールがポーターです。ポーターの語源は、港の、荷物運び労働者の人気を博したことから、またハーウッド、かっこ初めに醸造した人物がビール、ダルを届けるときに、ポーター、かっこ運んできたよと大声で叫んだなどの諸説もあります。越後ビールのブラウンポーターは3種類の焙煎されたスペシャルモルトと、3種類のフローラル高アロマホップを使用。少し肌寒くなったこの時期に、じっくり味わいたくなる贅沢で味わい深いビールに仕上がっております。店頭販売日。平成24年の11月13日から、商売価格が280円です。だって。だそうです。で、特に何にも説明が書いてないので、サイトを見ないとどういうビールなのかというのが全く書いてないんですよね。この人が多分ポーターさんですかね。いや、ポーターさんではないのか。最初に作った人ですかね。なんか、スタウトっぽいんですけど、スタウトは基本的に苦くないんですよ。スタウトは、いわゆる黒ビールですね。ギネスとか、ね。あれは基本的に苦くはないんですよ。割と。こう、ドスッとくる、シャープな苦味は一切ないんです。でもこれは、ただその代わりにコクがあんまりないと。
こっちは苦味があるんだけど、コクがない。で、スタウトは、苦味がないんだけど、コクがある。感じですかね。まあ、あと香りが、うん、いい感じに、するかなと。焙煎されたね。うん。まあ、ペールエールとか、スタウトとか、なんだ、ピルスナーとか、ああいうスタイルの中に、ブラウンポーターという種類があるということは、まあそういうことですね。いわゆる。つまりそういうことです。そういう種類があるんだよという。ことで一つ勉強になったかなと。忘れてたけど、あなたの知らないビールの世界というサイトを参照します。ブラウンポータースタート、ポーターですね。いわゆるポーターと、ブラウンではなくポーターか。ブラウンポーター、うん、その人のブログによると、サイトによるとですね、ブラウンポーターではなくポーターという種類があるということですね。うん、そういうことらしいです。日本で売られてる中で、ああ、なんか全然わからないな。まあ、基本的にやっぱり、あれでも苦味弱いのか。非常に強い気がするんですけどね。うん。いや、でも苦いわ。あれおかしいな。結構苦いと思うけどな。普通に苦味が弱いの部類になってるんだけど。あれ？ブラウンポーターってどういうタイプなんだ？あれ、俺の舌がおかしいのかな。なんか間違ってるくせえな。ビールによくある苦味は皆無で、コーヒーやビターチョコのようなほろ苦さが特徴。まあこれはあれだけど。ブラウンポーター、うん、口当たりはしっかりとした苦味が感じられ、引き締まっている。甘みは弱い。口内にスモーキーな香味が広がる。飲み込んだ後の苦味の塊が舌奥に残っている。あ、これはそうですね。
夜な夜なエールとか、あと、エーデルピルスにも、あったんですけど、飲んだ後に、やけに、下に、その、苦味が残ると。そういう意味で苦味が俺は強いという表現をしたんですけど、これもその、一つですね。うん。やっぱあれだね。他のブログとかに結構載ってますけど、なんか、やっぱり専門的ななんか、すごいこと言ってるなって感じですね。まあ、はっきり言って、俺もなんかブログでこうね、こう紹介してみたいな。もうしようかなと考えたんですけどね。正直。ただ、そう考えると腐ることもあるんですよ、ブログ。ブログで紹介してるやつなんていうか。はっきり言って。ああ、確定で腐るほどあるんですよ。こんなググっただけで腐るほどあるわけだよね。ブログだとね。飲んで、シャメ付きで、で、いろいろ、ああだのこうだのって評価してる人が腐るほどいるわけですよ。そういうことを考えると、やはり、動画でいかにこの、まあ、動画だったらそんなにいないですからね。まあ、やっぱりある程度、個性を持たせたいなという感じですかね。はい。まあこのブラウンポーターなんですが、まあ確かに苦いんだけど、あのエーデルピルスにも言ったんですけど、はっきり言って苦い。だけどコクがないっていう。コクがそこまでないんですよね、これね。結構、ね、軽い感じのね、あれなんで、ちょっと、うん、あれかなと。ということで、四つ星。四つ星。一応ね、音声が消えてた時のためにね、こうやってね、最終的な評価はね、ちゃんとわかるように、こうやって、四つ星でーす、みたいな感じでね、やっていきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。